はいはい、こんなもんかな。よし。はいはい、本日も始まりました。ハニーワンダー土曜オールドゲームその他配信。ちょっと風邪ひいてますんで、鼻声ですな。風邪ひきさん太郎なのでしょうがないという。まあ、サンダーコロスは、まあ、ほんと簡単で、うっかり、まあ、死ぬかもしれませんけど、まあ、それはそれでコンティニューしたりしながら適当に進みます。まあ、一応基本一周だけということで、はい。一周するだけなら非常に簡単なゲームです。ちょっと両替しないと。やってきますね。ラン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 。相方がいない。ここへ行くんだ。まあこのゲーム簡単な上に音楽がかっこいい。ここで結構人気のあるゲームですね。まあただもちろんすぐ慣れて飽きちゃうんでインカムはあまり良くないです、ね、ショットボタンとこのオプションの間隔を調整するボタンで出来ております。もっとスピードスピード、よし、スピードスピード、パワーアップはオプションとスピード、そしてこのバルカンなどの武器ですね。こんな早い段階でこんなに装備が整う、素晴らしい。でもアイテム出ないとこだと結構厳しいですねショットパワーが上がるまで、ショットパワーは3段階なんで、上がるまではバルカンがいいです。これ2段階目ですね。2段階目ぐらいまではバルカンがいいかな。2段階目からまあブーメランでももういいけど、アイテムを1個取るだけでオプションがつく。グラディウサーからはちょっとこう、信じられないこう大盤振る舞いですね。これ3段階目なんでもうブーメランつけます。これがまあもう威力がすごい。しかも跳ね返って敵に当たるし、この武器によるところが大きいですね。このゲームが簡単なのは、ボスとか一瞬で死ぬんで。この火山というかこのあんまりこっち殺す気がなさそうな。でこれがフルパワー時に出てくる武器なんですが、オプションボタンで使えるんですけど、ちょっとまあ使いにくくて、それ使ってると死んじゃいやすいっていう罠になってます。フレイ見た目強そうなんですけどね。ボスですね。オプションボタン使わないと減らないんで、ケチることもできます。ダメージ入ってない。ちゃんとこうグラディウスの脳みそ的なやつなんでちゃんと誘導して、この通り、フレームとかだと時間かかっちゃうんですけど、ブーメランだと
ほぼ瞬殺です。なので一応簡単にやる場合はこのフレームとかナパームとかは取らない方がいいです。ピロ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 、オプション広めに取って打ってれば楽勝です。一応レーザー一回取るかですか、レーザー取れないのかも。ブーメラン、一応待ってるところのブーメランバルカンツインレーザーにちゃんと変化するんで、はい、レーザーミーミー、ねえグラディウサーとかが好きそうな感じの、はい、よー、あ、これ確かイカかなんかあったような、いたいたいた、イカがいた、イカ危ねやめろ、ワナップと、まあこんな風にまあ、レーザーとかアイテム取るとやばいだけです。なんで取らないの、はい、ブーメラン、ゲーム何気にやっぱフル装備になっても結局バリアがつかないのが結構不安なとこっすね。グラディウス系はフルパワーになった後やっぱバリアで守られるのが結構ミソなんで、弱い、当たらないのかな、一瞬です、ね、はい、瞬殺です、弱い、この辺からちょっといやらしいですね、結構地形とかが、俺はナパームが好きなんじゃ、破片、敵の弾が壁を通り抜けてきてるのか、これはそういうゲームだっけ、これよくわからん、カントリーマーム、OK、
構火力ないと押されるんですね、ここが。ちゃんとオプションの座標を合わせて、ここなんかもうナパームとか使ってるの多分全然足りないんじゃないか。危ない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 。知ってればどうということはないですね。危ない危ない。結構危ないな危ない。まあ死んだら終わりってわけでもないですけどね。ボスの耐久力とか低いんで復活でも全然殺せるし。お、みんな大好き巨大戦艦。これ取ったら死ぬんかな。よあららら、らこんなんだったっけ。ちゃんと上の溝入らないとダメか。おい、どこ行った。アイテムの1個目がオプションってのも親切だよな、これ。ないよりマシやろ。危ない。まあ、これでほぼ復活完了じゃないでしょうか。ああ、弾打った。うわ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 、やめやめやめ。やめま、お前。ダメージ入ってるですよね。オプションで撃てば OK。 早速やられてしまうとは、なんということですか。仕方のないやつだな。このザコも結構罠っすね。気づいたらレーザー食らってるみたいな。まあ、これ取れば上等でしょう。これは取らされるのか。使っていけばいいか。イカ出た。ピロ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 。あぶね。ちょ、わからんわからん。ちょ、待て。ということはもう、
こういうとこ結構やっぱ座標合わせがしっかりできてないと危ないですね。取っちゃい取っちゃい、イエイ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 、連打連打。これ弾見えねえやめとけって。取っちゃう。殺せねえし危ねえ。大丈夫なのか、ファンタジーゾーンと違って。これなんかびっくりレーザー撃つ、弱い耐久力なさすぎやろ、いくらなんでも。多少演出の違う面が結構タラタラと続くという。謎の溶岩弾に全く打ち負ける要素がない。これブーメラン以外だと大体打ち負けるんで、適度に攻撃して逃げましょう。あぶね、うわびっくりした炙っとけーって。どこ行けばいいんだこれ。真ん中か。これハマっとるような気がする。ハマっとるね、やっぱりですよね。あっこ行っちゃダメだったのか。覚えとらんわそんなこと。これどこ行けばいいのかな。多分あれもブーメランちゃんと連射してればやられなかったんじゃないかな。しつこいよな。アイテム発見。あらいた。おいとこれか。打ち負けるんであんまり。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、ちゃんと逃げましょう。これ復活完了か。これなかなか厳しい。これ打ち負けるからダメじゃん。ちょっと待ってね。ダメージを与えると火炎弾が出てきますね、はいはい、これもブーメランとかフル装備だと打ちまくってるだけで一瞬で死んでくれますね。そろそろもう最終面かですよね。これフル装備じゃないのちょっと怖いな。これツインレーザー取らんとダメだね。この面でツインレーザー取ることさえ忘れなければ大体このゲームは大丈夫です。オプションか1個目は
これどうすんだ。次武器だよな。よし。よし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 。はい、T。これです。なぜか前後に攻撃してくれる。そんな便利な武器出したっていいのかっていう状態ですね。あれもうフル装備？これフル装備じゃないでしょ。なんか敵は出てるらしいけど一瞬で死んでるだけっていう。無理して取りませんよみたいな。あ、あ、楽ちん。まあ多分これナパームとか取った瞬間にこう押されて死ぬんだろうな。稼ぐ人はあれ使って稼がないとダメなんで、そこが厳しいですね。謎の足。あの上下から出てくるロボットがね、弾撃ったらちょっと難しいと思うんですけどね。まあ一周目はしなくてもいいのか、そんなこと。これもうボスかな？あ、ボスですね。早くもボスで。なんかよくわからないロボット。なんかプラモデル組んだみたいな感じのロボットですね。危ねえや、何してんの？やめれラスボスだというのにこの弱さ。弱い。そして謎のエンディングへ。はいはーい。とまあこんな感じで、結構うっかり死ぬことはあるんで、別にそんなバカみたいに簡単とかまで言わないですけど、まあボスの弱さとか見てもらえれば、あ、これならいけそうってみんな思うんじゃないかなーっていう。あとまあ残機もほんと無駄にならないんで、やっぱ復活時のアイテムの1個目がオプションってのが最高ですね。まあ本当ブーメランの爽快さはすごいです。まあ見た目レーザーとかナパームもすごい爽快なんですけど、あれ全然減らないんで、あれ取ると結構やっぱ危なくなりますね。なんでこれはもう本当エミューでも何でも見かけたら遊んでみると、誰が遊んでもそんなにストレスなく遊べるんじゃないかな。シューティング全然やらない人でも頑張れば結構クリアできそうな感じなんで。これ1面まで戻ってって、逆に戻ってってっていうところがなんかこう MSX のグラディウス2みたいな。そしてちゃんと2周目が始まる理由をきちんとこう提示してくるという珍しいゲーム。まだおったんかーいみたいな。バシュー。
まあ、やっぱり、うん、途中も言いましたけど、フル装備までそこそこ時間かかってすごい強くなるのに、バリアで守ってくれる要素がないのがやっぱこのゲームグラディウス系から見るとちょっと不安なところですね。まあまあとりあえずこんな感じで、2周目以降のこととか全然知らないんで、化石とか見たら多分すごいんだろうなと思うんですけど、私の認識ではこんな感じです。じゃあ次は、全然違うゲームですけど、バトライダーを、まあうちのうちおすすめゲームなんで、一応一番強いと思われる機体でちょっと簡単にクリアする方法を紹介したいなって、このゲームやった後はちょっとひどいかな、比較的簡単ってだけで決して簡単ではないんでまあまあ一応バトルガレッカがなんか、アーカイブで出てもう大盛り上がりしてる時に、それの派生みたいなゲームをちょっとやるのも悪くないかなと思うんで、次はバトライダーやりたいと思います。一応ちょっと相変わらず縦画面があの横向いたままになりますんで、あれ個人的にはそんな見にくくないし、あの画面が広く使えてていいなと思うんですけど、結構評判悪いみたいですね。やっぱ縦画面にした方がいいのか、まあめんどくさいですね、すいませんじゃあまあ枠取り直して、バトライダーやります。